よ、誰？って、あんた何しに来たの？香織の娘が生まれたんだろ。だから出産祝いを持ってきたんだよ。出産祝いを渡したらすぐ帰る。あんたからの出産祝いなんていらないっての。兄貴ぶるんじゃないわよ。中卒が移るでしょ。娘に近づくな。別室に移って。え？おい、ムクモト、明日暇か？暇ですけど、どうかしたんですか？ちょっと買い物に付き合ってくれ。いいですよ。翌日、どの服がいいか。ムクモト、お前どれがいいと思う？って、ちょっと、ゴーダ課長！あ、びっくりしたな。急に大声出すんじゃねえよ。私だってこんな大声出したくないですよ。でも郷田課長が悪いんでしょ。私のこと舐めてるでしょ。赤ちゃん本舗に連れてくるなんて。さすがにそこまでちっちゃくないです。そんな服着れませんから。お前何言ってんだ。この服お前に買うわけじゃねえぞ。なら誰に？この前生まれた姪っ子にだよ。俺女の子の服とかよくわからねえから、ムクモトに付き添ってもらったんだよ。なんだ、そうならそうと先に言ってくださいよ。てっきり私これとかムクモトに似合うじゃねえか。ちょっとそんなの聞かないぞ。俺はゴーダ、しがないサラリーマンだ。正直妹の香織とは仲が良くない。いや、妹だけじゃなく家族全員と俺は仲が良くないんだ。その理由は、父さん、母さん、頼む。俺は高校でも本気で柔道をやりたいんだ。熱心に誘ってくれてる先生がいて、その高校でやりたいんだ。もちろん勉強もやる。だから、頼む。柔道？何言ってるんだ。うちは医者一家。お前は医者になって、うちの病院を継がなきゃいけないんだ。遊んでる場合じゃないんだ。何度も言ってるだろ。そのために幼い頃から英才教育してきたんだ。いつまでアホなこと言ってるの？遊びじゃない。俺は本気で柔道に打ち込んでるんだよ。頼む。ちゃんと勉強して医者になってこの病院を継ぐから。お父さんお母さん、もうお兄ちゃんなんてほっとけばいいじゃない。この前の私のテストの点数見て。ちゃっちゃーん。おー、すごいな。全教科100点じゃないか。さすが私たちの子。というかお兄ちゃんより成績いいじゃない。そう、私お兄ちゃんより優秀なの。だからさ、私に病院を継がせてよ。ねえ、いいでしょ。やる気のない柔道とかどうしようもない遊びにハマってるお兄ちゃんより私の方がよっぽどいいじゃない。確かにそれは一理あるな。そうしましょうよお父さん。おい、お前はもう好きにしていいぞ。本当にいいのか？ありがとう、父さん、母さん。もしかして香織、俺のために？はあ？何言ってんの？あんたのためなんかなわけないでしょ。今まで一応あんたのことを立ててたのは病院の跡取りだったから。私もそこで働くことになるだろうから、あんたが院長になるならごますっておこうって思ったのよ。ただそれだけのこと。私あんたのこと昔から大嫌いだったもの。柔道とか意味のないことに時間をかけてる無能だって蔑んでたのよ。気づいてなかったでしょ。そうか、そうだったのか。あ、ちなみにあんたのこと私は雇ってあげないから、自分でどうにかしてね。まあ医者になれるかも怪しいけどで、あんた行きたい高校の願書はあるの？ある。私が出しといてあげるから貸してちょうだい。あ、ありがとう母さん。数ヶ月後。母さん、どういうことだよ。願書出してくれたって言ってたよな。ああ、忘れてたわ。なんちゃって。本当はわざと忘れたの。わざと忘れた？ああ、香織が病院を継ぐことになった今、もうお前にかける金はない。お前なんてどうでもいいからな。ちょっと待ってくれよ。前も話した通り、高校は特待生で行けたんだ。学費は全て免除だったんだぞ。あら、そんなこと言ってたっけ？
あんたに興味ないから全部聞き流しちゃってたわ。ごめんね。めちゃくちゃウケる。医者になれないどころか高校に行けずに中卒になるなんて。これは罰だ。俺の言うことを聞かなかった、一生俺に逆らったことを悔いるがいい。こんなことがあり、俺は中学卒業後家を出たんだ。それから両親にも香織にも一度も会ってない。そんな関係だが、親戚自体に子供が生まれたと聞いたから、お祝いだけでも渡そうと思って買うことにしたんだ。あんな風に言われたが、俺にとっては妹だし、これを機にわだかまりをどうにかできたらと思ってるんだ。今日はありがとうな、ムクモト。ムクモトのおかげでいい服がたくさん買えた。どういたしまして。じゃあこのまま実家に行くから、また今度改めて礼をさせてくれ。高田課長。ん？どうした、ムクモト。高田課長、なんか無理してませんか？無理？無理なんかしてないぞ。ちょっと手を貸してください。ああ、これでいいか？カキカキカキ。何書いてんだ？これはニコちゃんマークです。ニコちゃんマーク？はい、私仕事で緊張したり頑張ろうって時、このマークを手に書くんです。これで郷田課長も頑張れますよ。ありがとうな、ムクモト。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい、郷田課長。ムクモトには無理してるのバレちまったか。正直緊張してんだよな。まあなるようになるだろう。よ、誰ってあんた何しに来たの？香織の娘が生まれたんだろ。だから出産祝いを持ってきたんだよ。出産祝いを渡したらすぐ帰る。あんたからの出産祝いなんていらないっての。兄貴ぶるんじゃないわよ。中卒が移るでしょ。娘に近づくな。別室に移って。え、こっちに来なさい。たく、中卒はそんな配慮もできないのか。まあだから中卒なんだよね。あの時から10年以上経ってる。もしかしたらこいつらも変わったかなと思ったが、あの時と何も変わってない。わかった、もう一生会わない。そうしてちょうだい。ああ、よちよち。はるちゃん、はるちゃんも中卒が移るのなんて嫌でちゅよね。はあ、こいつが帰ったら空間除菌しないと。余計な手間増やしやがって。本当に相変わらず気が使えないやつだ。悪かったな、もう来ないから許してくれ。アホだな俺。10年以上経ったから3人とも変わってる。今なら打ち解けられるんじゃないかと期待してたが、そんなことはなかった。俺はもうあいつらに家族だとは思われてないんだな。はい、除菌完了っと。ごめんねお母さん、私のせいであいつが来て余計な手間かけちゃって。いいのよ、悪いのは全部あいつだから。そうだぞ、香織が謝ることはない。そうよね、全部悪いのはあいつ、中卒のせいだもんね。そうそう。はるちゃんが泣き止まないのも中卒のせいって、さすがに泣き止まなすぎじゃない？そうね、おむつもさっき変えたし、ミルクもあげたはずなんだけど、それになんかいつもと泣き方が違うような。なんか顔色が悪くないか？これもしかして。はあ、さすがに落ちるよな。ってニコちゃんマーク。ムクモトに助けられたな。気持ちを切り替えていくか。お、香織から電話。間違い電話だよな、きっと。俺に香織が電話なんてかけてくるはずがない。一応教えてやるか。おい香織、誰にかけようとしたのか知らねえが間違えてるぞ。これはお前の大嫌いな兄貴の電話だぞ。間違えてなんかない、私はお兄ちゃんに電話をかけたの。は？なんで泣いてるんだよ。お兄ちゃん助けて、春のことを助けて。どうしたんだ、何があったんだ、落ち着いて話せ。お願い、とにかく戻ってきて。お
お兄ちゃんの助けが必要なの。あれだけ嫌ってた俺に泣いて助けてと言ってくるなんて、よっぽどのことがあったに違いない。分かった、すぐに戻る。はあ、はあ、おい香織どうしたんだ。春の様子がおかしい、どうしたんだ。俺は8000万人に1人と言われる難病だ。このまま放っておいたら春は間違いなく明日には死んでしまう。ならどうにかしてやれよ。医者が3人もいるんだろ。俺なんかに助けを求めず、さっさとどうにかしてやれよ。できるものならしてるわよ。でもね、私たちには無理なの。あ、無理？どうしてだよ。私たちだけじゃない、他のお医者さんでも無理なの。でも唯一どうにかできる人がいる、それがお兄ちゃんよ。はあ、他の医者にできないのに俺にできるわけないだろ。俺は医者じゃないのに。いや、できる。俺はお前に幼い頃から英才教育をしてきた。お前は忘れてるかもしれないが、手術を手伝わせたりしてたんだ。はあ、医師免許も持ってない俺に。ああ、もちろん違法だ。だが俺はお前を日本で一番、いや世界で一番の医者にしようとしていた。日本では手術の数をこなせず一流の医者が育たない。だからこの手で一流の医者を作ろうとしてたんだ。そしてお前には恐ろしいほどの才能があった。当時でもう俺のことをはるかに凌駕してたんだ。お前はあの当時で日本にいる医師の中でナンバーワンだった。だからお父さんは柔道なんてくだらないことをやってるあなたを院長にしようとしてたのよ。その才能がなかったらお父さんはあんたなんかにこだわらなかったわ。そんなことがあったのか。少し思い出してきたかもしれない。俺は家族との思い出を無意識に自分の中から消していた。あんなことをされたから。でもそうだ、俺は医者としての訓練を受けていたんだ。治す術はある、手術すれば助かる可能性があるんだ。でも俺や母さん、香織の技術では無理。お前しかいないんだよ。この手術を成功させられるのは。お願いお兄ちゃん、春のことを助けて。無理だ、俺は医師免許を持ってない中卒だぞ。それに本当に俺がそんな技術を持っていたとしても、それは10年以上前のこと。今の俺にそんな技術はない。だとしても日本で春を治せる可能性があるのはお前だけなんだ。明日には死んでしまう。海外から医者を呼び寄せる時間はない。お前しかいないんだよ。くっ、何より散々中卒と罵ってきたお前らのいいように使われるのは。お兄ちゃん、それはごめんなさい。本当に申し訳ないと思ってるから。お願い、土下座でも何でもするから春を助けて。この通りだ。いいように使われるのは尺だが、めいっ子には何の恨みもないし、幸せになってほしいと思ってる。俺は可愛いめいっ子春のためにメスを握る。お、本当か。ああ、ただしブランクがあるから今夜一晩練習させろ。もちろんだ、俺が付きっきりでリハビリを手伝ってやる。私も、もちろん私もよ。そして俺は何度も何度も手術のシミュレーションをした。いくらやっても成功する自信なんてない。そりゃそうだよな、医者でもないんだから。それなのに医者にできない手術をやれなんて無茶すぎる。医師免許もないのにこんなことしたら捕まっちまうよな。ムクモトともう一緒に飯を食えなくなるかも。それでも春のためにやるしかねえ。可愛い可愛い姪っ子を救うために。そして翌日。郷田課長、話って何ですか？出勤前にわざわざ呼び出すなんて。俺は今日会社を休む。堂々とサボる宣言、そんなことを言うために呼んだんですか？違うっつの。なあ、この前書いたニコちゃんマーク、もう一度書いてくれねえか？嫌ですよ。ってなんか大事なことがあるんですか？まあそんなところだ。仕方ないですね、書いてあげますよ。ほいほいほいっと。これで大丈夫です、郷田課長ならやれます。サンキューな、ムクモト。
力が湧いてきたぜ。ゴーダ課長、何をするのかは聞きませんが頑張ってください。会社のことは私に任せて気にしないでくださいね。言うようになったじゃねえか。会社は任せたぞ、ムクモト。はい、ゴーダ課長、行ってらっしゃい。ああ、行ってくる。本当にありがとうな、ムクモト。おかげで俺は頑張れる。今日死ぬ気で春のことを直してみせる。お父さん、本当に大丈夫かな、お兄ちゃんに任せて。お前も分かってるだろ、あいつしかどうにかできる人間はいないって。分かってるけど。正直うまくいくかどうかは五分五分といったところだろう。五分五分。ああ、いや、それは盛りすぎた。成功の確率は3割だ。全盛期のあいつなら7割の確率で手術を成功させていただろう。ただやはりブランクがありすぎる。昨日一晩ではな。じゃあ7割の確率で春は死んじゃうってことじゃない。そんなの、私だってそんな手術受けさせたくないと思う。でも手術を受けさせなければ 100% 死ぬのよ。もうお兄ちゃんにかけるしかないの。香織、腹をくくりましょう。そうだね。準備できたぞ。俺が助手に入る。頼む。お兄ちゃん、春のことをお願い。必ず救って。お願いよ、お兄ちゃん。ああ、そのつもりだ。じゃあ手術を始める。よし。神様、お願い、お願いです。1時間後。パタ。ちょっとお兄ちゃん、何手術中に倒れてるのよ。倒れてる場合じゃないでしょ。起きて春を助けて。とんでもないやつだな、こいつは。本当にとんでもないわよ。手術中に倒れるなんて、春はもう生きられないことが確定しちゃったじゃない。そういう意味で言ったんじゃない。え？じゃあどういう意味で。とんでもない集中力だなって意味だ。まさか。ああ、手術は成功した。春はもう大丈夫だ。すごい、まさか成功させるなんて。当時俺が教えていた時はこんな集中力はなかった。柔道を始めてから手術をさせる機会がなかったが、柔道をしたことで常人以上の集中力を身につけたのかもな。あんなことをしたのは俺の失敗だった。お兄ちゃん、本当にありがとう。お兄ちゃん。ここはどこだ。なんで俺は寝てるんだ。って春の手術は無事成功した。え、俺の代わりに父さんがやってくれたのか。途中から記憶がないんだ。俺じゃない、お前が最後までやったんだ。手術が成功した瞬間、糸が切れたようにお前は倒れたんだよ。そうだったのか。本当に覚えてない。ゾーンってやつに入ってたんだろうな。本当にお前は医者になっておけばとんでもない医者になっただろう。そういうたらればはやめろよ。さてと、警察に行くか。警察？どうして。無免許で手術をしちまっただろう。だから。そんなことお兄ちゃんしてた？いいや、私は知らないわね。は？知らないって見てただろうが。誰も目撃者はいない。つまりお前が手術をしたという証明は誰にもできない。第一、あんな難しい手術素人が成功させたと誰が信じる。それは信じないだろ。だからお前は手術をやってない。いやでも。お兄ちゃん、それより院長にならない？はあ、何言ってるんだ。俺は医者でもないのに。俺たちが金を出して全力でバックアップする。あなたは医者になるべき人間よ。本当に今までのことは進まなかった。俺たちが間違っていた。悔やんでも悔やみきれないわ。
謝っても許されることじゃないのは分かってる。でも謝りたいの。父さん、母さん、香織、お前が俺たちに医者を辞めろと言うなら辞める。だがお前は医者になれ、本当はなるつもりだったんだろ。お前みたいな人間が医者になるべきだ。これからの日本のためにも。悪い、父さんたち、そう言ってもらえるのはありがたいが医者にはならねえ。どうしてよ。確かに医者になりたいと思ってた。でも今会社に仲間もできて楽しんだ。医者と同じくらいやりがいのある仕事をしてんだ。そんなの医者と比べたら。ああいや、そう言って柔道を見下していたからこうなったんだもんな。そうか、お前はその道を選ぶんだな。ああ、それなら無理には言わない。頑張れよ、父さんたちもな。じゃあ俺はもう行く。お兄ちゃん、たまには帰ってきなさいよ。ああ。お兄ちゃん。うん？春のことを抱っこしてあげてくれない？中卒が移るぞ。もうそんなこと言わないよ。あの時のことは本当にごめんなさい。お兄ちゃんに抱いてほしいの。お兄ちゃんが救ってくれた命を。わかった。よいしょっと。かわいいな。小さいけど必死に生きてんだよな。よかった、本当にこいつを救えてよかった。よう、ムクモト、昨日はすまなかったな。高田課長、あ、すっきりした顔してますね。痔の手術成功したんですか？は？痔の手術？はい、昨日頑張るって言ったのはそれでしょ。恥ずかしがらずに素直に言えばいいのに。私にはお見通しなんですから。はあ、なんですかそのため息。なんでもねえよ。とりあえず今日の夜暇か？暇ですけど。お礼に回らない寿司をおごってやる。本当ですか？やったー、地の全開のお祝いですね。お前な、まあもうそれでいい。こうして俺は家族と少し距離が縮まった。今までのことをチャラにはできねえけど、可愛い姪っ子に会いたいしな。しょうがねえからそこは我慢してやるか。よーし、俺はこれからもこの場所で仲間たちと頑張っていくとするか。